インドでは、木と結婚する樹木婚が行われていた。結婚式に雨が降るのは、実は縁起がいい、新郎新婦の一生分の涙を、神様が代わって流してくれていると考えられている。彼の家に忘れたふりをして、ゼクシーを置いてくなどの、彼に結婚のプレッシャーをかけることは、ゼクハラと呼ばれる。結婚の婚という字に、黄昏の二文字目が入っているのは、中国では結婚式が夕方に行われていたため、結婚指輪を左手の薬指にはめるのは、心臓までつながる太い血管があると信じられていたから。ハワイでは、髪にハイビスカスなどの花を飾る位置で、結婚しているかわかる、既婚の人は左、未婚の人は右に指す。結婚しているカップルの長寿記録は、エクアドルの夫婦で110歳と104歳。ウェディングの語源は、保証金や抵当を意味する。結婚してから15分後に、離婚した夫婦がいる。ウェディングケーキの形は、ロンドンのセイブライド教会をモチーフにして作られた。3段重ねのウェディングケーキの一番上は、1年後に夫婦で食べる。ブーケトスは、新婦のドレスを引っ張ったり、装飾品を奪う人がいたため、危険防止のためにブーケを投げたのが始まり。ブーケトスの男性版に、ブロッコリートスというものがあり、ブロッコリーの形がブーケに似ており、子孫繁栄を願う意味合いが込められているそう。ゼウスが浮気した回数は、100回以上。日本の生涯未婚率は、男性が約 28%、女性が約 18%。ウェディングケーキは、ほとんどが偽物で、ケーキ乳頭の部分だけが本物でできている。新郎新婦の席には、飲みきれないお酒を、こっそり捨てるためのバケツが置いてある。結婚式場の新婦は、ほとんどがバイト。6月に結婚式を挙げると幸せになれるのは、6月を英語で意味する、ジューンの語源になったユノが、結婚を司る女神だから。